6年前の雪辱を果たしたい鹿島アントラーズジュニアか、一方6年前の再現なるかレジスタ FC か。小学生年代サッカー最強チームが決まる40分が始まりました。第45回 JFA 全日本 U12 サッカー選手権大会キックオフです。双子の弟山崎浩太、10番の藤沢海二、そして9番の双子の兄山崎優斗、シュート、その山崎浩太ですが、阿部宗介が見事にセービング。滑るグラウンドを利用していってますからね。あ、そうですか。そのあたりも計算をしてというところですか。まあ、ウォーミングアップからそういうの入ってましたからね。あっと奪いました鹿島アントラーズ。いいですね、小笠原見ていたスペース。さあ1対1だ。シュートを狙うか、まだスペースを、おっと狙っていって、これはシュートいけるか、吐き出していきました。攻防ですね、早いですよね、展開が早い。これもこの U12 世代の一つの特徴です。さあここも集中力、球際を強くいって小笠原へというボール、キープ、シュート、鹿島アントラーズジュニアのファーストシュートになりました。おっとシュート、これは阿部宗介再三、これは決めてきました。14番五十嵐亮、今大会8点目、決勝での先制ゴール。レジスタ FC6 年前の再現に向けて、まずは貴重な先制点をもぎ取りました。打ってくるんですけどもね、いいとこにやっぱ準備してるんですよね、五十嵐君ね。はい、キープ、中には1人、いいとこ見てますね。あっとこれはスペース、東大同士でしたね今のね。はい、あうんの呼吸を見せた、シュート、ヘディング、これはまだある。東大ダブルワンツーですからね、まだね。そうでしたね、はい、しかし阿部宗介立ちはだかります。おっとこれはシュート、これが決まった。レジスタ追加点、決めたのはやはりこの男、14番の五十嵐亮。これがまたですよね、自分でこう角度をつけてシュートコースを見つけていく持ち方は素晴らしいですね。はい、レジスタ FC が6年ぶり2度目の優勝に向けてひた走ります。さあこれはまた五十嵐だ。しかしまた親阿部宗介、阿部君もナイスセーブですけど、五十嵐君はいつもなんで君はそこにいるのとぐらいチャンスがありますよね。はい、はあ、得点ランキングも単独2位の9得点目を挙げているこの分かる気がしますよね、点取れる理由が分かりますね。そうですか、はい、おっと抜けた、山崎優太、中には1人、シュート、どうなる。さあ抜けた、抜けた、シュート、伊藤晴人、見事なセービング。あれだけね、突破されたら普通あそこまで前出れないでしょ、はい、かなり前出てましたからね、コース限定してましたよね。さあキープした三笘いる、さあ抜けてシュートを選んだ伊藤晴人、セービング、またもやキーパーいいですね。そうですね、中央山崎優太、右が空いている、その右来てる、三隅シュート、山崎股を抜いて取られないクロス、そしてこの位置に五十嵐が狙っていった、ハットトリック五十嵐亮、14番キャプテンの五十嵐、見事なハットトリック。今のはもう素晴らしいゴールですね、胸トラップしてシュートの前に周り見てるんですよ、それでちょっとループ気味にいってるんで、五十嵐翔ですね、五十嵐亮の五十嵐翔が、はい、まさに始まった。ここで長いホイッスル、笑顔のキャプテン、埼玉代表のレジスタ FC が6年ぶり2度目の
全国制覇。ただいまより JFA 第45回全日本 U12 サッカー選手権大会の閉会式を行います。優勝のレジスタ FC には公益財団法人日本サッカー協会副会長林義則より主催3団体のトロフィーが贈られます。続きまして、読売新聞東京本社取締役事業局長吉村秀夫より優勝旗が贈られます。